ことぶき映画同好会映画パーソナリティことぶきつかさですというわけで、えー、今回は、えー、2023年に公開された劇場映画でことぶきつかさが選ぶベスト10を発表したいと思いますポン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 ってねタイトルとねちょっとした感想を言っていきますんでもしよろしかったら最後までお付き合いください。早速いきましょう2023年ベスト映画第10位は アフターさんいやー大好きな映画がねまだ一本できましたというかね余韻が半端ないしもっと言うと僕がこの「アフターさんを20代に見てたらちょっと感想が違うかもしれないやっぱり自分の立場と置き換えてかなあのねお父さんと娘のひと、まあ、夏の、まあ、夏休みの お話なんだよねでさめちゃくちゃ物語に起伏があるわけじゃないんだけどもとにかくお父さんはずっとねビデオカメラ持ったんだよ確かなビデオカメラ持って,て撮ってるわけ。でその頃の映像もふんだんに流れるんですけども実はその、えー、20年後か娘がお父さんの年齢になった時にその娘視点であの時パパはこんな風に思ってたんだなこういうことだったんだなってことを 噛み締めるラストのあれは空港かな要はひと夏の夏休みだからまあ、その関係性みたいなものは物語見てほしいんだけどもこの別れる時のこのビデオカメラもうちょっと今思い出しただけでうるうるくるアフターさんみんな見てんのかなこれねアフターさん見てどうのこうのっていあんま意見聞かなかったんだけどとにかく最高の映画でした。そして 第9位「クマはいない」「クマはいない」いや来ましたねこれまあイラン映画ですね。で、まあ、イラン映画の,あのジャファル・パナヒ監督という、まあ、イランでは有名いやいや世界でだいぶ有名な。 まあ監督がいるわけなんだけどパナヒは今までもそのドキュメンタリー作品なども含めた上で、まあ、イランの、まあ、自分の母国に対するこの批判的なメッセージみたいなものもお、まあ、取り扱ってきたから結局何度もお取り調べを受け何度も監獄に入れられてる。パナヒは今イランから「お前映画撮るな」って言われて。 次っっったら分かてててんなって言われてるわれるけにもかかわらずパナヒは撮るわけだって映画を撮るのが自分の宿命だからで世界各国のセレブリティ特にハリウッド中心にみんなパナヒを応援してますで要は国から映画を撮るなってどういうことだっていうことでめちゃくちゃ応援団いますそんな中のこの「クマはいない」という作品。 えー、映画の中で実際パナヒは出演してますで映画を撮ろうとしてますまあ劇中劇的なところがあります3つのドラマがあるんだけれどもその中でまああんま言わない方がいいけどもパナヒが映画撮影において困難に陥るだとかめちゃくちゃスリルがあって面白いのが要はなんかそのドキュメンタリーチックでもあるわけですよ。でするとイランの恥、まあ、国境近くの村で映画の撮影をしようと。 でちょっとこのまあ遠くに離れてる状況で直接現場にいなくても映画を編集しようとするわけでもさ国境に近いのよで車で、まあ、ロケ班なのかなちょっと行くともうここの山を越えたら隣の国ですよっていうところにいるわけ。これ現実のパナヒと投影してるわけよ。 この山越えたらイランから脱出できるんだよって自由に映画撮れるんだよってでパナヒはその国境前で考えるの映画の中ででバックッ戻るの要は俺はイランで映画を撮るっていうまあ表明だよね「クマはいない」タイトルこれちょっと映画見て「クマはいない」ってどういう意味っていうのは映画見てもらったらえ分かると思いますそして第8位 福田村事件うん森達也監督、ま、初の商業長編劇映画って言えるのかなまああの森達也監督はもう学生時代からね映画撮ってたりもするから商業、ま、映画の劇映画としては、ま、もちろんドキュメンタリー映画としては、ね、有名ですし、えー、福田村事件100年前に起きたうん、ま、人種 差別事件って言ってて言もいいのかな実在の事件をもとにモチーフにしてますただあの森達也監督自身はフィクションですっって言い切ってます要はだから何が事実か何か事実じゃないかはかんないでもこういった事件が起こったことはもう間違いないそこから映画撮ってます。で えー、やっぱり役者の方々も素晴らしいし意気込みもあった要はお金もなかなか集まらない物語でもあるからでもそこで出演された方々にも拍手を送りたいし「あ水道橋博士」もよかったですよ「将、え、校、ー、役でねいや博士がねこの福田村事件で僕はうーん命を削った」って言ってもいいかもしれない。だ要は もともとね、まあ、本人がおっしゃってますけどもうつを持ってる上で何度も発病した上で、で、まあ本人いわくのスラップ訴訟ということをおっしゃってるわけですよ。でこれを訴えるためにということで令和山本代表のとこまで行きでじゃ本人が政治家になればということで参院選に出馬当選。 まあ、毎日がお祭りだったでしょうね、そう状態だったのかもしれないでも、本当に忙しい中、福田村事件の出演は決まってたから、現場に参加して、非常に過酷だったと思います、精神的にももうちょっと、うん、政治家も含めたあの活動も含めて、ターハイだったと思います、で、まう、あ、つを再発して、議員を辞めて、で今、復活してると。 いやだからそのあたりも含めて僕はエールを送りたいまあ後輩ながらね偉そうですけどもエールを送りたいと思いいと、まあ、福田村事件を絶対に今見るべき映画だなっていう,ふうに思いましたやっぱりこのあと何本か上げていくけど単純に楽しかった面白かったでもいいんですよそれでベスト10に入ってくる映画もあるかもしれないけどもやっぱりちょっとこのバックボーンだとか思い入れだとかはつきまといます。 でそれが個人的ベスト10映画の選出方法だと僕自身は思ってる。ってことを考えた上で第7位、C、セットその名を暴け、あのー、以前も言いましたこの C セットが「C、えー」が前回のアカデミー賞で絡まなかったことは。 めちゃくちゃゃくアカデミー賞あとはアカデミー芸術協会に対する僕は、まあ、不信感とまでは言わないけれどもそこでこの作品が上がってくるとまた変わったのかななんて思います、まあ、ハーベー・ワインスタインというねアメリカの大プロデューサーロビースト、えー、オスカー請負人なんて言われた人が。 まあ過去スタッフ出演者まあ俳優ですよね女優ですよねたちにセグハラを行ってきたこれを二人の女性記者が暴いていくっていう作品まあ実際に起こったこの「MeToo 運動」発祥となったハーベワインスタイン事件のまあ映画化途中まあハーベワインスタイン役のおじさんバックショットで23回こう出てきますけれども。 憎悪と怒りがこみ上げてきますただこの「c セットという作品は素晴らしいとでこれを絶対にみんな見るべきだと僕は思います。そして第6位これはねやっぱあげたくなった怪物。 枝裕和監督の最新作でですカンヌでも脚本帳を撮りました映画表でねなかなかやるつもりはないけれどもやっぱり是枝監督の,の最新作っていうのは興味が湧くし注目しますで何よりもこの作品に関しては是枝裕和監督という非常にこの世界的有名な監督がメガホン取ったってこともあるけれどもやっぱりあの坂本雄二脚本そして坂本龍一音楽と。 この3人の人三つども,えもう今では二度と塗料が組めないんです坂本龍一さんは亡くなりになったからそんな中坂本龍二監督がカンヌで脚本をちょっと取った時に是枝監督が本当に喜んでた本当に嬉しいって言ってたわかるね本当心の声だと思うんですよ でその辺りも含めて、まあ、物語はまあまあ見た人も多いと思うけれどもやっぱりこう A 視点 B 視点やっぱ視点の違うやっぱり物語名取えっとね田中裕子さん田中裕子さんもねめちゃくちゃよかったね学校の先生役でね要は学校で子どものいじめがあったんじゃないかという疑惑から、まあ、シングルファーザーのお母さん、うんまあ、安藤クラさんかがこう学校に行くんだよね私の子供があってね。 そのあたりでモンスターピアレンツ風に見えるけれども実は先生視点だったらこうだこの視点だったらこうだっていうちょっと羅生門エフェクトも入ってますね怪物よかったです。そして第5位が「切り絵の歌」うーんあのねベスト10の中で唯一迷ったのが僕は「切り絵の歌」です。でなぜか 岩井俊二監督の最新作、まあ、岩井俊二作品ずっと見てきたし僕は好きな作品いっぱいあるでもなぜ迷ったかというといやいやもちろん作品的に僕はあのー、すごく好きな作品だし評価したいんだけどうーん物語としてはあまあうちを飛び出したあ路上シンガーが切り絵。 えー、歌うことはできるけども日常では会話がなかなかこう困難声が出ない歌,う声歌声は響かせられるけど日常会話がちょっと難しい切り絵これをあのアイナ・ジ・エンドさんが演じてるんです元ビッシュですねでビッシュのコンサートに何度か行ったことがあるし僕はアイナ・ジ・エンドさんの生声を 生歌を直接聞いたことも何度もあるけど要はまあこれ、えー、岩井俊二監督が「切り絵の歌」っていう作品をこう作ろうと思った時にアイナ・ジ・エンドの歌声を聞いて彼女じゃなかったら成立しないと思ってオファーかけたっていう前提がある中なんかうんいや物語も良かったんだけどもちょっとアイナ・ジ・エンドの歌唱力というか飛び抜けてって。 だ作品としての大きな意味でのバランスでいうと満遍なく高いんだけどもアイナジーエンンドの歌声がビーンって振り切れてんだよねだからなんとなくそのバランス的にベスト10っていうところにちょっと、うん、躊躇したところもあるんだけどでもやっぱり映画見終わった後っ震えたからやっぱ上げたいなと。一点突破でいいいんじゃないって何かが引いて,てるなら何かでいいんじゃないっていうふうに、まあ、思った。 でアイナ・ジ・エンドの歌声を聞いてると何だろうなエンタメエンターテインメントの根源ってもう歌と踊りなのよねそう歌と踊りそれは祝祭的な意味合いも含めてとなるとアイナさんはもともとダンサーなのよねでその後 歌カラオケで歌ったら友達があんた歌もうまいじゃないやってみればっていうところからスタートしてるのよね。でそんな彼女の歌声を聞いてくると聞いてると劇中何度も歌うシーンがあるんだけどちょっとね陳腐な言い方になるかもしれないけど泣きそうになるのよ50のおじさんがアイナ・ジ・ンドの歌声を聞いてると泣きそうになるの。その泣きそうになるのは 彼女の歌声だけじゃなく物語に乗っかってる部分もあるし岩井俊二のやっぱり巧みさもあると思うやっぱり彼はあのミュージックビデオもたくさん撮ってるし、うん、映画に音楽を載せる「まあ、スワロー・テール」もそうリリースもそうだけど「うん、ラブレター」もそうかやっぱり音楽の載せ方みたいなのもやっぱり抜群にうまいしって時にやっぱりこの2023年を代表する 映画の一本だなっていうふうに思いました。えー、第四位、逆転のトライアングル。めちゃくちゃ面白かった。カンヌ・パルム・ドールで、えー、受賞しています。カンヌ・パルム・ドール受賞してます。もう、なんだろうな。逆転のトライアングルは、僕、映画どこかでやってますよね。ねそうそう。だからあの、もう映画表はそちら見ていただきたいんですけれども、とにかく、もう、オープニングから、えー、男性モデルのオーディションから始まるっていうね。もう。 あからさまなこののルッキズムの定義みたいなことから始まりまあ分断だとかうんまあブラックユーモアだとかルッキズムだとかもうもうもう満載っすよ。でもそんなテーマも含めていやよくほら去年話題になった「あ レストランでのお会計は男がするもの女がするものみたいなテーマも出てきますあこういうテーマって日本だけじゃなく海外でもあるんだなんていうふうにまあ思いましたスウェーデン映画だけどねで思いましたなんでもう脚本抜群なのはこれはもうあらすじに載ってるからいいと思うけど要は豪華客船でセレブリティーたちが乗ってるわけよすっげえ高いあの豪華客船だからでそこでは従業員働く方々がいるわけじゃん その方々は VIP セレブリティにチップもらうために常に笑顔で何でも言うことを聞くわけでもその船がナンパしちゃうわけで乗客従業員無人島に流されるわけでするとお金いくらあるとか社会的地位なんて全く関係なくなるわけだ今までのヒエラ力お金持ちの乗客セレブリティたちと従業員って関係がフラットになるわけ そんな中流れ着いた乗客従業員たちのトップボスになるのがなんと豪華客船のトイレの清掃員のおばちゃんっていう最高に面白そうな脚本じゃない見てない人は見ていただきたいと思いますそして第3位第3位は実は2023年公開された日本映画の1位です。 まあこの作品はいろいろなところで僕は紹介させていただきました、うん、素晴らしかった、えー、杉崎花さん、えー、もう若くしてキャリアハイいやもう最高の演技でしたあのー、いちこという女の子がね長谷川だったかな、えー、同棲してるんですでお互いのことはあまり知らない知らないんだけれども3年経つんですよですると 長谷川がいきなり婚姻届け出していち子にプロポーズするわけいち子は泣くわけ私でいいのってめちゃくちゃいい話じゃんなのになぜか次の日いち子は姿を消しちゃうわけなぜ彼女は姿を消したかっていうまあミステリーでもあるんだけれども劇団チーズシアターのー舞台を元にした映画いや本当に、えー、僕いろんなとこで言ってるけど最高でした そして第2位これ第2位と1位もうどちらもありなんだけどまあ一応第2位とさせていただきますね、えー、エンパイア・オブライト、うん、大好きな作品がまた1本増えましたサム・メンデス、えー、監督オリビア・コールマン主演ですねオリビア・コールマンはまあオスカー女優なんでもう言わずもがなまあ、えー、演技が上手なわけだけどでもねこの「エンパイア・オブライト」ってねなんかね もう合わせ技一本みたいなな感じなのよだからジャンル言いづらいっていうか、まあ、言わなくてもいいんだけれどもエンパイア劇場という、まあ、イギリスかのとある映画館でその、まあ、オリビア・コールマン演じる主人公は、まあ、働いてるのねで、まあ、正直一人ちょっと年を重ねてるわけよ若いバイトの子たちもいるからでも休憩室とかでちょっと話合わせたりしてるわけよ けど完全にコミットしてないのよ浮いてんのよでも浮いてる自分も家なのよでも彼女は過去にいろいろ障害が問題があってそこ乗り切って今がいるのよねで時にその映画館に黒人の青年が入ってくるわけバイトでで彼女はこの施設とかをこう紹介するんだよねでその屋上がなんか開かずの間みたいになってて ここ何あんのって私も行ったことないじゃあ行ってみようってことでそのエンパイア劇場の屋上に2人で鍵持ってるから行ったのよね。でちょっと昔そこはスクリーンがあったんだけど今使われてないって埃っぽいのよ。そこに一羽のこの鳩がちょっと横たわってんのね怪我してんのよ飛べないのよ。で2人はその鳩を解放するのよ。いずれ怪我が収まりその鳩が窓からふわっとこう飛んでいくこれがこの青年とこの女性の 100メタファーですもう傷ついて飛べないよでもいつかこの窓から飛んでいくんだこの2人なのよ2人これが第一なのよねラストの公演のシーン見てまあちょっと感動しちゃった僕ちょっとエンドロール見終わってんのにもう席からちょっと立てないぐらいな気持ちでしたそして第一位「パー」という作品です えー、トットフィールド監督ケイト・ブランシェット主演の女性指揮者の物語もうなんか内容を言わずにもう見てない人がいたらもう見てって感じねもうケイト・ブランシェットのための映画トットフィールドは言ってるけどもうと脚本も含めた上でケイト・ブランシェットの当て書きだったって言ってますねでケイト・ブランシェットがもしこの作品断ったらもうこの作品没だっていうぐらい もう彼女ののための映画です。ケイト・ブランシェットももちろんブルージャスミンも含めて、えー、オスカー女優だもう間違いないでこのあとターンのあとちょっと疲れたって言ってね女優をちょっと一旦休む休まないなんていう話にも出てるけれども何だろうなそのやっぱり女性が主人公女性指揮者が主人公ってこともあって当たり前のようにそこでは女性から男性に対するセクハラ。 パワハラ問題疑惑みたいなものもの出てくるわけね要は男性から女性だけでなく女性から男性っていう状況もあるだとかあとキャリアを積んでいく時に何かを犠牲にしなければいけないだとかあとやっぱり女性としての生きづらさみたいなものこのターンには入ってる要は女性としての生きづらさが自分自身強くなければ生きていけないっていうところに繋がってきてるような気もするんだよね。 そんなターンの最終的見た景色は何かっていうのはねめちゃくちゃいい作品もう内容どのこのよりとにかく見ていただきたいと思いますさあえざっとですけれども2023年のことぶ個人的なベスト映画を紹介していきましたまあねあの見た作品見てない作品まあ劇場で見られない作品も多くあると思います今サブスクなどで見られるチャンスも多くあると思うのでもしよかったら どこかで紹介した作品を体験してもらえればと思います以上、映画パーソナリティことぶきつかさでした